取り回し抜群、運転が楽しい。選択ポイントは2人目、1日300キロの1週間ドライブ旅行。具体的には北海道周遊ドライブが安全快適にできること、狭い林道でも走れるボディサイズであること、駐車場の制限がないこと、全高155センチ以下、最低地上高が18センチ以上あること。具体的には全車 BP9 アウトバックと同等の走行性能と快適性で、全長はそれ以下であること、燃費は2割以上いいこと。現行アウトバックは予算的にはありで憧れるがデカすぎる。 CX3 は試乗した結果、運転席のフロアが狭いために左足の置き方が制限され、運転姿勢も限定されて長距離は辛いと判断。ベゼルの内装に惹かれるが、乗り心地と車高で候補外。 4WD 性能も今一つ評価を確認できなかった。エクステリア、全長が短く林道、狭い駐車場でも取り回しがすごく楽。フロントバンパーはマイチェン前のタイプに交換した、必然的にグリルも。結果エクステリアデザインはとても気に入っている。インテリア、プレーンですっきりしたデザイン、運転姿勢もすごく自然に決まる、視界も良く開放感がある。ケーキ類の配置は機能的で使いやすい。全体的にプラスティッキーな感じだったので、シフトコンソールはレボーグ 2.0 の標準部品に交換した。ピアノブラックとメタル調のインパネはたまに光の反射が眩しい。対策としてレボーグのディーラーオプションのウッド調インパネに交換した。エンジン性能、ほとんどの場合 i モードで不満のない出力。つづら折りの山道の上り坂や流れの速い高速での追い越しは S モードで余裕。存在感を感じさせないが、滑らかな回転でトルクの出る良いエンジンだと思う。モーターはスムーズにトルクを上乗せしてくれてる感じ。走行性能、スバル 4WD による全天候での安定性、安心感は言うまでもない。横幅があるせいか、高速やコーナーでも安定している。エンジンブレーキも比較的よく効き、パドルシフトと合わせて山道も運転しやすい。フットブレーキはよく効くが、渋滞では CVT のシフトダウン、モーターオンオフ、さらにバッテリー充電が複雑に介入するため、スムーズに減速させにくい時がある。乗り心地、路面の凹凸は拾うが乗り心地は悪くない。硬い足ではない。ただし直線の平滑な路面でも、角の丸いピッチングのようなゆさゆさした細かい上下の揺れが出ることがある。 BP9 も標準状態ではそうだった。ランパーをビルシュタイン製に変えて完全に収まったので、最初の車検で交換しよう。エンジン音はとても静かだが、荒れ気味の路面では80キロ以上でタイヤからのガーゴー音がやや大きい。レグノに変えてもこの音はあまり変わらなかった。フロアとタイヤハウスのデッドニングでほぼ改善。また車外の音がかなりダイレクトに聞こえる、ドアとハッチバックのデッドニングで気にならないレベルまで改善。風切り音も90キロ以上で大きい、対策不能か。燃費、リッターあたり渋滞込みの街乗りで9から10キロ、一般道で12から14キロ、高速で15から1キロ。満足。総評、毎日の通勤と週末100キロくらいのドライブなら、標準状態でも十分快適な車だと思う。特に40から90キロくらいの速度域でとても気持ちよく余裕を持って走れる。運転するのが楽しい。2月に納車されてもう1万キロ超えた。自分で遮音対策、デッドニングして連日の長距離ドライブでも耐えうる静かで快適な理想の車になった。早く北海道を走りたい。欲を言えば i モードの燃費で S モードの走りだったらと思うことがある。 S モードだと街乗りでも走りがスムーズで快適。カーゴルームは縦か横にもう10センチ広かったらと思う。2名乗車なら
上記のドライブでもギリ使える。ディーラーで対応してくれるが、内装のビビリオとはスバル車の持病か。初代インプレッサから進歩なし。いじって自分好みの車に仕上げるのも楽しいが、そろそろそういうのも疲れる年齢になった。次は初めから価格相応の完成度の車を。